評判のワンポールテントスームルーム HAPI-2P を快適に使用するため、ポールの二股かと専用のフロントフラップを取り付けてみました。日照りが強いので、この木陰で行いました。手順書通りにペグを打ち、テントを広げ、ポールをつないでテントの入り口を広げ、ポールとテントを立てました。センターポールを伸縮ポール2本と二股かフレームを使って二股構造に置き換えました。二股ポールの足元はペグと付属品で留めました。センターポールがないのでテント内は広々となりました。テント内を歩いてみました。次にフロントフラップを取り付けてみました。テントの内側から見た感じです。メッシュ状態にしようとしましたが、一部チャックが引っかかり開けれませんでした。椅子とコットを入れてみました。テント内に通り抜けしてみました。テント内が広々として快適な空間になりました。後ろ側からも歩いてみました。満足な試し張りが終わりましたので撤収します。